動画内の社長と動画外の社長が違う。実際の社長の素顔をみんなが想像で勝手にコメントしてくるから、なんか隠し撮りをゲームします。なんか会社にクレームの電話が入って、なんか喋ってたんですけどよく分かんなくて、まだこれ足場派に対してもこんな感じですか。これ大じゃない。はい、お疲れ様です。はい、またカンタさん面白いこと思いつきましたね。ニヤニヤしてるから一番悪いのこの人ですからね。前回も何回かどうかと、社長が YouTube のコメントで、ああでもないこうでもない、まあ言われてます。勘違いしてるバカどもと思うんで、ちょくちょいですバカど、そのバカどものために、炎上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 。そうじゃん、知らんのにああでもないこうでもない言うやつがある。ちょうどだって俺インスタの DM でさ、変なやつからさ、なんか写真が送られてきて、その写真の内容がさ、なんだったっけ、待って、こうやってきた、この写真が送られてきた、なんて書いてある、態度も偉そうで不潔感がある。で、来てた。急に？刑事君たち行ったんすよ。そうそう。急に？そうそう、急に。それだけ？その後にいきなり、お前って書いてめっちゃ喧嘩売られてますよ。別に俺興味ないからさ、別にそのまま知らんぷりなんだけど。うん。すげえ面白いなと思って。急にそれだけ来てね。そのアカウントは、見る、見る、見せる。いや、それは返すんだったら、いや、いいですよ。だってさ、こういうやつを YouTube にさ、さ、だって、俺でさ、誹謗中傷みたいな感じじゃん。まあ、確かにね。外したらどうするのって話じゃん。まあ、確かにね。まあ、じゃあ、それ、それ晒しましょう、だまあ、隠す、隠さはまだ別として、とりあえず写す。普通のアカウントなの？いや、違う。普通なんか変な写真のアカウント。でも、なんかちゃんと名前普通ですよ。うん。できたよ。まあ、でも、多分、返してほしいんだよ、多分、DM を。ああ、興味持ってもらえてみたいな。あ、普通のこと送っても返してもらえないしみたいな。まずそのバカどもの、あのために、はい、裏を振って俺らはないと思ってた。カメラに出てる社長がそのままの社長ってことです。そうそう、今回、まあ、この前言ってた事務員さんのみどりちゃんとじいさんとかに対する態度が違うみたいになったんですよ。なってたのを今回はで足場班の中で態度の違いはあると。ああ、だって一緒に電話することないしね。まあ、じゃあ誰が最初に電話かけます？俺かけようかしら。なんてかけるんですか？俺、あの下着見たでいく、この俺に電話してくるってなんでぐらいの勢いで多分怒る。あれね、足場班が下着取ったの。下着泥棒したってこと？岡部さんがそれやったりには下着見て通報されたみたいな、なんかありそうじゃないですか。ありそうじゃねえ。下着盗んで捕まったり。いいですか？代わりに電話で、後から岡部が電話する。今出てきました。一回目それでいこう。パーツは結局は現場で道具を盗んで捕まったことがない。で、多分もう少ししたら岡部が出てくる、多分電話あると思うんですけど、で、じゃあかけるよ。もしもし。あ、お疲れ様です。お疲れ。今いいですか？いいよ。ちょっと今日岡部と一緒にちょっと大きい現場入っとって、うん、であいつ昼2時ぐらいになんか下降りてって、うん、ちょっと高いとこあったんで、うん、でなんか急におらんくなったんですよ、うん、であれですね、でなんか次監督から呼ばれて、うん、でなんか岡部さんが道具パクって警察に持ってかれたみたいな。岡部がその大工さんのインパクトパクって、うん、いつ？昼頃っすね。そうでしょ。マジっす。で今岡部まだ帰ってきてないんですけど、まだ多分警察におると思うんですけど。大丈夫すぎてましょうな。すいません。お前、お客さんは今連絡入れたのか？
あ、全部入れてます。ん、全部入れてます。俺が刑務所なんかあんだろ、お前。すいません。そうでしょ。マジです。で、多分、もうちょいで事件なんか警察じゃやっとんの。なんかその大工さんが警察に電話して、なんか監督に言う前に。それ大工さんは話せんの。大工さんには謝ったんですけども、許してくれなくて。うん。そうでしょ。マジです。で、多分もうちょいしたら多分 あいつ出てくると思うんですけど、多分ですけど。マジ？はい。どうだろうね。誰が？誰がって、誰がって、俺ですか？あ、はい、もしもし。どうだって。あ、僕っすか。いや、僕は、多分中川のっすね。中川警察署っすか。あ、いいや。そう。はい。じゃあ、ちょっと番号調べて、はい、送ります。すいません。ちょっとすぐ謝罪に行った方がいいでしょ。そうですね。うん、ちょっと教えてやった。はい、わかりました。ちょ、ほら、焦った。マジで、なんか、転板できたもん、ね、めちゃくちゃやる気満々だったのに。で、でも、岡部さんが電話して、大工さんの電話番号、まあ、あとでもいいから、とりあえず。もう、年上終わって。うん焦りすぎだしね。そうだな、その現場でいろいろのをパクっててみたいな。初めてバレたって言ってること。初めてバレた。で、今までのその なんていうんだっけ、余罪だっけ。そうそう、余罪も調べられて、インパクト4代目なんですよ。もっと、それが50件ぐらいでできたんですよ。嘘っぽくならないようにしてくださいね、その言い方とか。50件はやりすぎでしょ。もしかしたら首宣告するもしかしなくても結構ある。まあ、動画なるな。ちょっとマックスでお願いします。もしもし、おはようございます。うん、すいません、ちょっと話聞いてるかもしれないですけど。いや、もうさっき聞いた。一応、今取り調べ終わって、うん、今日はとりあえず帰っていいよってことをやって、また多分何日か後に呼び出しあって、多分そこからまた裁判とかあると思うんですけど。裁判って何？本当に盗んだ？はい、盗みました。お前そんなもん盗むの？バカか、お前。すいません。で、今回、どこにも、あ、すいません。今、どこにも、今、家です。なんでお前家帰ってきとんの、お前。会社来いよ。あ、で、すいません、今回、捕まったじゃないですか。で、ちょっと余罪の方が出てきちゃって。何？余罪が取り調べで出てきちゃって。うん。でもこれで一応多分52件目ぐらいだったんですよ。どういうこと？窃盗の回数です。現場で盗むのちょっと癖になってて。インパクトとか、あと動線とかですね。まあいいや、とりあえず行こうよ。分かる。分かるっすか。家飲んだろ。家にいます。とりあえず来い。分かりました、向かいます。大体どうも一人か。今一人です。いいや、来い。はい、分かりました。待って、どうすんの？これ会社来いって言われて。急展開。いやいや、これでも今日ぶっちぎれ。今日行かないと。めちゃくちゃやばい人っすよ。後日
家におったら危ないから今日帰んな家え、だから何かの理由で断るかちょもうちょい煽ってさ、まだ煽るんですか、腹痛すぎて、違う違う、そんなん関係ない、絶対来いって言われて終わっちゃうから、じゃあ言えばちょっと夜ちょっと予定があってああちょっとまた現場入らなきゃいけないんですよ意味があるから絶対ダメって言う、絶対悪いって本当に、いいです、好きなゴリラがあ、それは僕夜勤でとかでちょっと本当は予定があったんだけど、また撮るんだろって言われて、マジ怒りされそうじゃん、だってママ怒ってたって今行こうと思ったんですけど、ちょっと仕事がこうやって言われちゃって、それかこっちの話持ち出してその後に最後にリュウジが行くはずの夜勤をお金で行くことになりましたみたいな、行かなきゃいけないから行く。それもいいな。行けるそれ？リュウジさん連絡取れないみたいに。そしたらここの話が そっちに繋がってくるやん。まあまあそれもいいっすね。だって今俺も電話したのが、いやその喧嘩して、結局リュウジ本気で怒って帰っちゃったんですよね。どんだけ誰かと電話しても一切電話出なくて、で今このアラームの状態まずいですよね。それで俺が連絡取れませんみたいな。いや、もう、かかってきた、かかってきた。社長、おはようございます。あ、はい。はい。あ、岡部が連絡あった、連絡来た。あ、まだ来てないですね。あ、まだ来てないです。あ、まだ、こっちから来てるじゃん。あ、本当ですか。うん、もう来い。もう家のおらしい。あ、でもあいつ、ちょっと今日夜勤っすね。夜勤じゃねえや、そんなお前。仕事なんか出せねえわ。いや、ちょっとその、また違う現場で問題があって、うん、で、あ、ちょっとまた連絡していいですか、ちょっと大工さんから電話かかってきたんで、とりあえず、岡部さん、お前、これとかこっち、夜勤が行かせたら、あ、僕も日本人全員の夜勤が出な、ちょっと今日、回らんのっすよ、回らんって、お前どうなのか、回るのは問題じゃないよ、ちょっと今日まずいっす、ちょっと本当に夜勤が、まあ今とりあえず岡部がいかんね、まあ俺相手と話して相手の俺の先も分かるけど、まあ分かる、あ、はい、ちょっと皆さん夜送ってくれ、ちょっと俺岡部と一緒に電話するでいいか、はい、分かりました、ちょどうするんですか、夜勤行かしてもらえないっすよ俺仕事しか寝ましたよ、うん、いい展開ができてたから、岡部はちょっとキレ気味だしね、社長もガチギですよ、お前殴られるよ、電話出ない、もし嫌われたくないスルーされる、トシさんは出てももらえない、鬼でしょ、鬼です、おい、大阪のこういうところで対応変わってくる、出るの前にいや、電話でいいやん、スルーパターン留守番電話に、2回目の留守番電話やで、なんで返せ返せや、はい、出るよ、うん、もしもし、あ、もしもし、あ、お疲れ様です、え、あ、トシです、あ、トシ君、あ、新しい番号ですか、あー、はい、あ、ごめんごめんごめん、はい、そうです、ああ、その機会方、ごめんごめん、どうした、あ、はい、とりあえず、今日日中だったんですけど、日勤で一緒にリュウジとちょっと現場行ってて、ちょっと今日昼リュウジにちょっと僕がまあちょっと急いでたっていうのもあってバーって結構怒鳴ったんですよね、僕も、そしたらリュウジもまあまあちょっと本気で怒っちゃって、で、僕ももう帰るな帰ってけっていうぐらいで言って、リュウジ帰ってっちゃってから、連絡つかなくて今。え？もう、現場帰ってけっつって、僕もちょっと勢いよくバー言ったら、リュウジも本気で怒っちゃって帰ってって、今日もあいつ、一緒に日本人みんな夜勤なんで、それで、連絡してるんですけど、一向に連絡取れなくて。
あ、ドバですね。あ、ね、そうだ、一緒なんです。あ、はい、今から夜勤なんで。僕のやつ聞いた？あ、はい。もう、リー、電話したって、もう、俺から電話したから。リー、翔太に電話させるでしょ。いや、翔太氏はもうしてるんですけど、一向に出ないですね。誰の電話も出ないですね、今。あ、一回俺からかけとこうか。なんか現場回らんのって言まあ、しょうがないよ、お客さんに。言ってみた方がいいんじゃないか。俺もちょっと今日多かった、あなたが。はい。喋っとれよ。まあ、そう、なんか、まあ、何をしやってっていう。いや、まあ、僕も普通には喋るつもりはあるんですけど、一個連絡が取れないんで。まあ、そんな俺に言ってきてもしょうがないもん。見てしこいさ、お前らで。いや、社長の電話は取ってくれるかなっていう。ああ、まあ一回電話だけかけて、まあ、トシ君と話せてみてるか。はい。すいません。はい、よろしく。はい。来るじゃん、来るじゃん、ほら出て、出て、それ出るんすか、出る電灯に無視するのもかなかかってくるの、めしかかってくるのかかってきた。うん。かかってくる。俺はね、無視。ガラケーかかってくる。これ、リュウジさんの？ガラケー、社長。でも無視。俺は、怒っとるけどね。もうやめる勢いじゃないですか、それもう。誰も電話出る気ないから。またかかってきた。もうね、鬼で。朝起こすみたいな感じだった。ラブコールじゃん。めちゃめちゃやん、もう。今回は行こうか。この、状況で俺、行け行け。絶対に夜勤に行って言えばいいっすよね。そうそう。夜勤行かなきゃいけない。それは一点張り。だって、俺が行かなきゃ、現場収まらないっすよって、最後、口つける。切るんすか？誰がやる？俺がやるんすよ。こっち来た。出よう出よう。それは出よう。これすぐないでしょ。もう家におるから。でも、もうドボン向かってることです。いや、今向かってます。向かってるでしょ。もしもし。どうなの？はっこよ。いや、すいません、なんか、夜勤が、なんか僕が出ないとダメらしくて。いいや、もうそんなもん、はっこよ、パーティーさんとか言えよ。いいや、夜勤なんか行かんで、いいや、俺が行っとんだけど、すぐ来いって言うから、とか。待っとんだろ、お前。まずいっす。あ、まずいっす。すいません。まずいじゃねえ、いいに来いって言うから、どうにもいい。ふざけちゃった。いや、その、ドア向かってます。そっか、お前、ちょっと来いよ、お前。怒ってるよ、めっちゃ怒ってる、もう。でも、終わりがなくなっちゃったじゃん、こんな。直通で行ってもらっちゃうよ。普通のと一緒だよ。おはようございます。お前、何をお前、あいつ呼んだんだね。はい。はいじゃねえだろ、お前、岡部呼んだんだろ。いや、僕はちょっと、自分仕事しとったもんで、何も声かけてないんですけど。どうしたトシ君、本当ですか？僕、多分トシ君にちょっとそういうのも全部任しとったもんで。任しとったじゃないだろ、お前。こんな、こんな大状況。すいません。あ、すいません、ちょっと充電が切れます。すいません。めちゃくちゃやばい、この人。どうか、電話しろって。お前がしろ。これ全部俺に回ってきますから、ね、付けが。もう。いや、今俺の話出したらいいけど、俺にもかかってくるんだ。多分次、トシさんかかってきます。じゃあもうトシさんから電話しよう。違う違う、俺だ。何でいいの？かかってきます。一回無視しましょう、じゃあ。もういいって、もう。長い長い。なんで出るんすか？俺もう向かってますって。まあ、それの後、電話取れ。あっ。不在直線になっちゃった。まだ無視するこの人。充電ない。怖いもん、ドッキリでも怖いもん、俺。充電ないのに。じゃあもうトシさんに電話かかってくるから、多分最後は。この、本当にかかってくるんか。かかってきて面白いね。誰が来るかっすよね。カンタさんに来る可能性はないか、でも。岡部。いや、わからん。来るんじゃん。案外カンタ来るんじゃん。俺が、あ、来た。来る、かかってくるもん。かかってくるじゃん。あれだ、ショーがね、トシ君に任せとるって言ったら。うん。もしもし。はい。あ、もう、ショートは別ですね、今。もう出ちゃってるんで。あれ、岡部なら呼んでな。あれ、岡部じゃないのか？あ、もう、乗せて走ってます。いや、もうどうしても人がいなくて。
人が会ってきた時話してるとか見られるね。あの岡部めっちゃ変わってんダメっす。ちょっと待って、どうするか考えてないじゃん。なんて言うの、岡部がハイエース乗ってってるもんで、ハイエースで行かなかった。いや、乗せて走ってるっつって、そのまま雰囲気で。あ、変わります。いいえぇ、絶対嬉しい。で、待って、どうするかだよ。家行きますって。出るよ。はい。もしもし、どうしたの。はい、あれ、岡部に変わっている。あ、はい、ちょっと待ってください、帰ります。もしもし、おい、はい、まあいいや、ちょ、どこにおるの今。降りろよ、俺迎えに行ったらね。今、高速っす。あ、高速乗ってます。どこに行くかと思う。静岡ですね、現場。今から、はい、ちょ、夜勤で。いねえだろ、お前らドッキリからじゃねえのこれ。いや、ドッキリじゃないですね。ドッキリだといいんですか。でもそれはお前、近所なのかどうかわからんって言ってみて、お前、よく現場に撮るんだ。いや、でもやっぱ僕がいないと現場収まらん。そんなことねえじゃん、お前なんかおってもらわないわ。すいません、じゃあ、明日俺は夜勤終わったらそのまま行きます。お前絶対ドッキリだろこれ。ちょっとトシ君変わって。あ、一回戻します。もしもし、ドッキリじゃん、トシ君。え、ドッキリってなんすか。なんかおかしいじゃん、そういうことがあるって。まあ、捕まったのに現場連れてられて。いや、本当に今日だけはちょっと。いや、今日だけはじゃあ、あいつに捕まったのじゃん。はい、謝るんだよ、どうしよう。逆にどうして、じゃあ。なんか子供の鳴き声するじゃん。子供の鳴き声するじゃん。はい。すいません。もしもし、トシ君。ダメだ、もしもし。ダメだ。いる。なんだそれ、お前ら。お前ボスだろ、俺。まあいいや、全員来いよ、ネタにしながら。あ、でも今から夜勤行くっす、みんな。本当にこれは夜勤はガチ。嘘つくな。ガチっす。静岡なんかあるわけねえじゃん。じゃ、静岡は嘘だけど。どういう落とし所だよ、じゃ。違う、夜勤行く前に夜勤ミオが送りに来たんよ。まあ今からみんなもう出ちゃうんで切りますね。お疲れ様でした。お疲れ様でーす。お疲れじゃねえよ。よしね、もう今日はもう電話ぶちね。みんな出ないからね、これ。だってとりあえず検証はまたちょっとね、違う人か何かで。違う人か何かで。いや、でももうちょっとなんかこんなガチのなんか怒られる系がやめた方がいいのかもしれないね。いや違う、俺らがやったらダメなの。仕掛けに向いてないってことね。そうそうそう。はい、そんな感じで締めてください。締め、もう本当にタケさん何もしてないですけどね。喋った喋った喋った。最後に締めぐらいなんか言えよかった。じゃあタケさん締めて、なんかタケさんもバカと思う。今日一面白いこと言って。毎日毎日ハードルバカ高いですよ。バカ高い。だってユージ君だって電話出てないから変わらんすよ。俺はこういうのがこういうキャラだからってこと。めちゃくちゃすごい自分のこと。まあ何でもいいです、締めてくれたらとりあえず何でもいいですもん。また見てね。一人でやってるだけの。これはみんなが俺ですよ。なんで、え、また見てねって早すぎる。急に。いや、また見てねえの。前のなんか一言。あ、それを求めてたってことですね。なんかあるやん。はい。じゃあそんな感じ。ここからドッキリ取ってけんじゃない。みんなドッキリ取ってほしいみたいな。よく間違ってる。でも違う風にしないといけないってことね。じゃあ次だ。ここからじゃあドッキリ増やしていきましょう、みんなで。ということで。はい。はい。最後はみんなでいきますか。はい。せーの。また見てねー。
ユーチューバーみたいに。グッドバーさんと、いいね。あ、なんか、前まで言ってましたよね。でももう最近言ってないですよね。最近言ってない。イランドじゃん。イランドじゃん。はい。リュウジさん最後ストレでもらって、みんなあったけど、リュウジさんあったのじゃ。じゃあね。グッドバーさん。じゃあね。だから、急にインスタ来るっすよ、また。